豊崎社長のお礼読めこんにちはフリーアナウンサーの甲田美穂子です大人のライフマガジンモックではライターで書評家の豊崎社長こと豊崎由美さんに今読むべき本を毎週ご紹介いただきます豊崎社長今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて今日最初にご紹介いただく本は中央公論新社の奥泉光 雪の膝端という本ですね。はい,はい、はい。この本はどんな？はい。小田さんはあの芥川賞とか直木賞とか知ってますよね。は,はい。それで芥川賞を取った人っていうのは直木賞を取れるでしょうか、はい？取れないと思います。そうなんですね。でもね、はい、私はもう今の時代あのかなり,なりジャンルオーバーしてるんですよね。うん、あのえっ、ー、と人文学書く人がかなりあのミステリー寄りの作品書いたりしてて。はい。 どっちもね、受賞する作家が出てきたっていいと思うんですよね。ただ、あの、直木賞っていうのは、中堅以上、まあちょっとした年齢の人ですよね。うんはい、の作家による優れたエンターテインメントに与えられる賞だから、その後に、純文学系の新人作家に、を対象にした芥川賞っていうのは、まあ無理だと思うんですね。だけど、逆はありなんですよ。うん、芥川賞を受賞した後、はい、ミステリーとか SF といった、そのジャンル小説の枠組みを借りた作品を、 発表すする作家すごく多いの、うん、その代表選手っていうのがね、はい、さっきご紹介いただいた奥嶋ひかるさんなんですね、うん、あのグランドミステリーとかシューマンの指まあやっぱりこうエンターテインメントミステリー、うん、特にミステリーと SF がお好きな方なんですけど、うん、の手法を取り入れた作品を数多くものしてまして、うん、このね最新刊の「雪の膝橋もあの昭和10年の春から翌年に起きた「 226事件までを背景にした近代史ミステリーになってるんですね。はい、でヒロインは二十、はい、歳の伯爵家霊場、はい、笹宮佐子。この人がですねあのいきなり姿を消した親友の宇田,宇田川久子さ,さんがですね富士の樹海で、はい、妊娠した体で、はい、真,珠体真珠死体として発見される。 っていうので、まあはい、そっから事件が始まるんですね<ー>でその知らせを聞くんですけど、はい、実はあのそのいなくなっちゃった当日、久、うん、子さんがですね、自分に当てた、当てに投函したハガキの消し印がね、はいはい、仙台だったっていうことから、はい、おかしいんじゃないかなってこう疑問に思うわけですね。はいはい、どうして、まあ、東京が舞台ですね。うん、で東京からその富士に行くんだったら下っていくわけですよね。なぜ 一旦北に行ったのかなるほどはい。うん、あとね真珠相手にも納得がいかないんですよ伊佐子さんは伊佐子がこう気持ちを教えている人は、はい、まあ、分か自分では分かってると思ってるんですね、はい、ところがその真珠相手っていうのは、うん、自分その自分多分伊佐子さんが好きじゃないかっていう人の友達なんですよね、うんうん 友達はいでどう考えてもひさこは好きとは思えないんですよ、はいえー、でなぜその人と親授したのか、はい、で納得いかないでそういう疑問を解決したいと思うんだけどひ、うん、さこさんはいいとこのお嬢さんだから、うん、自由にこう外に出たいとかねできないわけですよね、うんはい、でそれで頼ったのが3歳年上の千代子さんっていう人で、はい、この人はね幼い頃ひさ子の遊び相手として笹宮家に通っていたことがある で今はあのカメラマンをしていていわゆる職業婦人の走りですよね、はい、で、えー、その千代子さんにですね自分の代わりにちょっとこうご足労願えないかとね、えー、北の方に行って調べてもらえないかで千代子は千代子でその信頼している新聞記者の倉原の助けを借りてむやみに外出できない伊佐子の手足となって、はい、事件の調査を進めるのだがって話なんです でこれお話もねそのすごく込み入ってて面白いんですけどあの数学とね囲碁を愛して常に沈着冷静で時折今ここではないどこかを原始幻ですよね原始してしまうそういう規格外のねキャラクターをえー与えられてるいさコ彼女がやっぱり面白いんですね。 この方はじゃあ遠隔みたいな感じで指示を出してるわけです,です、まあいわゆるこう、はい、ホームズ役ですよねえー、あなるほど、はい、まああの、はい、車椅子探偵みたいな人っているじゃないですかあ、はいはい、あいうこうなんだ椅子に座って、はい、それで自分が指示をして、はい、自分で構築していくっていうね、はい、そういう形の探偵になるわけですけどね、はい、その伊佐子さんはい その、はですね、<え>そういうこう数学以後が大好きで、沈着冷静で、変わり者で。すごく美しい人なんですけど、まあ変人扱いを受けてるんですね。<laughs> すねはい。で、そのめ、その今回、<laughs> はい、その奥泉さんがすごいなって思ったのが、うん、あのー。 伊佐子をんだろう目に浮かぶようなねその人として読者が目に浮かぶように描くためにですね召し物とか着てる服とかお着物とか髪型とか所作のね一つ一つの描写をねおろそかにしないまさにね谷崎潤一郎ばりと言ってもいいぐらい頑張ってるんですよ。でですすから今日はねそこをちょっとあの 高田さんに、はい、あのい,いあの朗読していただけないかなと思います。お願いします。ちなみに主人公は伊佐子で、友人は久子、ね。はで、い、まあ、伊佐子さんはまあ、はい、死んじゃうわけですからね。ね、はい、そうですよね。なるほど。はい、えー。それでは読ませていただきます。すみれ色の字に、大輪のダリアと、うつぎの白い花を染め抜いた。エバ模様の手書き友禅と。鉄色を基調にしたカラオリの袋帯の対象が斬新で。よく見ると。 帯の柄は玉や立方体からなるキュービズム風の奇抜な模様で菜の花色の帯揚げと水色の帯締めについた黒真珠をごぼ製にあしらった帯留めや同じく黒真珠と蒔絵を組み合わせた髪留めのついた古風な髪型と相まって古賀でありながら現代的なモダン日本のイメージを絵姿に体現するかのような洗練の印象を与えた。なんと美しく 魅力ある女性になったことかいや子どもの頃からこの人は変わっていないイモムシが腸に変身するのではなく初めから小さな腸であったものがそのままサイズを増やして羽に小枠の鱗粉を貯めたのだとそのような印象を千代子は得てもう間もなくほんの些細なきっかけが訪れれば鱗粉は舞い散り人を幻惑するに違いないと思えば 美麗な和装の奥からにじみ出る陽美さに空恐ろしささえ抱いた難しいですねこれ <laughs>、はい、あの千代子さんがね、えー、久しぶりに成長したイサコと出会って,、はい、って描写した場面なんですけどねまあもちろんそういうこう えっと文章が素晴らしいっていうのもあるんですけども、はい、これあの時刻表ミステリーとしても読ませるんですねその心中事件っていうのが、はい、こう何時何分の電車に乗って、うん、で何時にどこにそれは不可能なのか可能なのかとか、うん、でそういう心中う、えっと、事件の謎解きに、はいさこの。 のあのもう今ののおおお母母母さささんんんんって義理のお母さんなんですね本当の生みの親っていうのはこう亡くなってるんですけど、うん、そのいさ子の聖母の実家に伝わる得意な能力、うん、さっき言いましたよね、はいさ子さんって時々ここにない何かを見てしまうって、うん、あそういう得意な能力と、はい、その血筋ゆえにですね、はい ナチスの民族循環運動ともこう交わ、はい、してしまう先民思想っていうのがね<あ>絡んできて、はいはい、まあそれでやがてニニ六事件に流れ込んでいくっていう構成もですね、はい、かなりこうオカルティックに壮大で見事なんです。<ー>あのニニ六事件って、はい、ええまあ本当にたくさんのねエンターテインメントの作家が書いてますけど、はい、今回はそのナチスの民族循環運動と交わするその、うん、えっと先民思想。はい でそういうところとか、ま、絡めることでまた226事件を新しい角度から、はい、読み直すみたいな、うん、あ描き直す、うん、まあ虚構化ですけどね虚構、はい、として描き直すっていうそういうところもうまい読み始めたらねやめられないこう、うん、絶品エンターテイメントなんですね。うん、だから私は今今度のね、はい、今年のね年月 に決まる、うんえー、直木賞のですね候補に挙げたっていいんじゃないと思うわけですね。はい、これあの文学と、うん、その文学のその技法と、うん、いわゆるこう文章ですよね。うん、でそのエンターテインメントの面白さみたいなものを合体させているので。 まあそういうところもですねさすが奥泉光るって言っていいものだと思いますねちなみに奥泉さんって結構こうお着物に造形が深い方なんでしょうかねいや全然違うと思いますよ違うんですかはい、本当勉強なさったんだと思いますそうですかはい はあ、すごいですよねこの帯締めとか、はい、帯留めとかのこの描写がそれがねそこ,ここにあるんですよ、はい、いちいちその伊佐子が何を着てて、ええ、どういうふうな振る舞いをしたかっていうことをかなり丁寧に描いててそういうところもね今回の,、はい、その奥泉さんの努力点としてですねあの奥泉ファンは、はい、あの堪能してあげてほしいですね。うんなるほど、はい すごいですよね。普段ご自身がこう。来てらっしゃる方だったらね、うん、そういう知識も終わりでしょうけど。もし普段お召しになってないとしたら、相当これ勉強しないと書けないですよね。そうですね。うん。偉、うん、い。ね。<laughs> なかなかね、男 <laughs>、はい、あのね、あの、例えば渡辺淳一とか、はね。うん、よくあの、不倫小説とか、いろいろ書いてますけど。はい まあ女のの人描写だだとかったですよやっぱりあの本当に自分の都合がいいか自分が好きなタイプの女とかしかかないし現代の女性なのにそのキャミソールを着てるはずなのにシミーズとか書いたりとかあそれ結構げんなりしますね女性が読んでるとそうですだからんで白いシミーズを着ないんだみたいなねいや「シミーズ」って今言わないからみたいな小学生でも着ないですからねそういうねあの サッカーと比べるともう本当に努力なさってて私もあ,のあんまりこう、うん、ファッションとか強くない、まあ、もう全然強くないので、うん、女性のねお着物が好きな人とかに読んでもらって、うん、感想も聞いてみたいなと思いますね。そうですよね、はい、私も着物はあまり詳しくないですけれどこう組み合わせるのが着物は面白いって言いますものね。うんうん なるほどでは続いての、えー、ご紹介いただくう今回はね<っ>あのベテランを2冊一気に紹介ということで今度は「幻統者からの、えー、小川陽子口笛の上手な白雪姫」はい、という本ですねこれはあの幸<っ>田さん 1>、はい、えの第1回本屋大賞1位に輝いた「博士の愛した数式」ご存知ですか ああ映画にもなりましたよね、はい、これ八80分間しか記憶が維持できなくなった数学者の博士、えー、まあ老いてる年老いてるんですけど、はい、と家政婦親子、はい、お母さんと息子、はい、小学生の息子の交流を描いた小説でしたね。はいはい、であのー、あとはですね小川さんって短編もとても上手な方で。 すで、えー、に失われてしまった世界が立ち現れ、うん、その喪失感こそが今あるかけがえのない何かをあぶり出す仕掛けが見事な8編を収めた短編集「まぶた」とか、うん、それからあの11歳の体のまま成長を止めてしまい、うん、やがて天才騎士、えー、まあチェスの方の騎士ですね、うんはい、天才騎士アリョヒンに似せたからくり人形の中に入ってチェスを指すようになる少年を主人公にした猫を抱いてゾウ、うん、と泳ぐ。 とにかく1988年に今はもうない文芸誌なんですけど「海縁」「海燕」って書いて「海縁」ありましたね。その新人文学賞を受賞してデビューして以来ですね30冊を超える小説を出してきた大ベテランですね。でこの小川さんの作品の特徴っていうのは小説世界の中で発する声っていうのはね大きくないんですよね。 あと感情の分母が大きい言葉も使わない、はい、なんかすっごい興奮したとかなんかもう興奮したようなあれですよねは、うん、使わない、はい、でもねその登場人物の気持ちの機微っていうものが読者の方にはっきり伝わるんですよね、はい、それなんでなのかなって思うと、はい、小川さんって読者のね心に向かってか語りかけてるような文体だと思うんですよ。うん その文字をねただ真っ白なその紙の上に綴ってるんじゃなくて小川さんが聞き取った小説世界の中の登場人物の声を直接読者の心に向かって走ってるっていうなんか印象がねすごく抽象的なんですけど私はあの思ったりします。でその最新短編集がえ今回のですね「口笛の上手な白雪姫」なんですね。 えとこれはですね例えばあの語り手がき音だった少年の頃の記憶を、うんえー、語り起こす先ば「咲先回り老婆」とか、はい、あと母の代からなじみの子供服専門の仕立て屋を営む刺繍の名人莉、うん、子さんと私の数十年を印象的なエピソードをつなげて描く亡き王女のための刺繍 それからかわいそうな生き物や出来事をノートにリストアップすることを自分の使命と思っている僕の記録を綴ったかわいそうなことなるほどそれからあの愛する息子を21歳で失ったえおばの悲しみをミュージカルを一緒に感激することで共有することになった17歳の時の出来事を28歳の僕が思い返す一つの歌を分け合う。 面白いですねそれから乳歯がまだ一本も抜け替わってないくらい幼い、はい「幼い君」はい「君」っていうふうに語りかけ的なう描かれてるんですけど「君」が両親との初めての海外旅行で迷子になって、うん、聖堂の浮き彫りに魅了される様を幻想的なタッチで描いた「乳そそれからう、えーまあ、ういう,こう。 なんだろう、うん、そ,のそれぞれの作品から立ち上がってくる、うん、その小さな男の子の声だったり、うん、それからもう28歳の男性の声だったり、うん、あと、あのー、お女性のね、うん、もう結構年を召した50代の女性の声だったりとか、はい、そういうなんかこういろんな声に魅了されてですね、うん、そのなんていうのかな、うん、やっぱりこう作品の中に、うん 短いから短編って例えば読んでてね最初から最後まで全く入り込めないまま終わっちゃうっていうのもあると思うんですけど小川さんの作品はねどれもスッと入っていけるんですよねだから出てく時にあんまり短いもんだからああもっと痛かったなって思うようなはいでそのまあえっと全部で何ペン入ってるのかな8ペン入ってるんですけど あのこの中のね、はいえっと、まだ紹介してなかったやつが<っ>作品からね、うん、立ち上がってくる声、うん、作者の、ねうん、声に魅了されて、うん、全ての作品を丸暗記して、うん、その作業が完了するたび、うん、自分の全身にすっぽり彼が収まっているのを感じる、うん、こんなにも完璧に一体になれる恋人同士は他にいない。 と確信するほどの思いを募らせるる単なな読者なんですよの私のはた、まあ、から見れば奇妙な振る舞い変わった振る舞いを描くことで作者と読者のねひそやかな共犯関係みたいなものを浮かび上がらせる仮名の作家っていうのがあるんですけどうこれなんか一種ストーカーっぽくってなんか。 ちょっと気味が悪いし、うん、でこれはの結構ユーモラスでもあって私の思い込みっていうのがすごいもんだから、はい、あのあ笑わせよう笑わせようとは小川さんはしてないんだけど、うんはい、読んでるとねついクス,クス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 笑ったりとかするものもあったり、はい、あとあの私は一番まあ表題作っていうのはね、はい、公衆浴場、はい、まあ銭湯ですよね。えー、で そうお母さん若いお母さんにゆっくり入浴してもらうために、はい、お母さんがまず赤ん坊を洗う,洗うじゃないですか,、はい、だからその洗った赤ん坊を預かる仕事をしている、うん、まあおばさんの物語がその表題作なんですけどこれどれもねすごくいいんですよ。はい、なんかディテールがすすすごく独特ですよ、ね、独特特ででよねねだからあのー まあちょっとお聞きになってらっしゃる皆さんがね知ってるかご存知かどうかわからないんですけどあの外国の作家でねスティーブン・ミルハウザーっていう人がいるんですけどかなりねやっぱミルハウザーっぽいってあの小川さんすごく好きなんだろうなっていうのは感じたりとかあと小川さんはあのデビュー当時はねちょっとあの村上春樹影響も強い人だなと思ったりとかあのー。 小川さん自身がねかなり読書家だと思うんでから自分の読んで好きだった作品の良さみたいなものをご自分の中に取り込むのがですねとても上手で別にんだろうものまねとかねそういうことになってなくてちゃんと自分の言葉にして自分の作品世界としてオリジナルとして構築し直せる人なので。ちゃんと消化できてるわけですね。そそううでですす でこう例えばなんですけど声って私さっきから言ってますけど亡き王女のための詩集っていうのがあるんですけど、うん、これ子供をね持たないまま50代になった私と、うん、やはり同じように子供を持たないまま結婚もしないまま、うん、その老女になっていった莉子さん、うんはい、この2人ってねその基本善意の人なんですよ。うん、例えば私私手の50代の代は、うん、誰かに赤ん坊が生まれると、うん 必ずよだれかけを送る人なんですねだけど誰かにそんなに親しくない人にも送るのちょっとそれが面白いなと思うんですけどいつもリ子さんにリ子さんのところでよだれかけ真っ白なよだれかけを買ってそこにね刺繍をしてもらうんですよリ子さんっていうのは刺繍の名人なんですねリ子さんっていうのはそういう私がまだうんと小さい時から知っててリ子さんはその頃若いんですけど可愛がってくれた人。 うん、でもそのはっきりね「うん、悪意」っていうふうに名指しはできないんですけど、うん、この小説読んでるとね何、うん、かこう薄暗い影みたいなものが、うん、この二人ね私とそのリコっていう人二、はい、人のなんかね心の中にね何かしら薄暗い影みたいなものが潜んでるなーって、うん、作者はねこう私たち読者の心にねんかねだから、うん、決していい話ではないんですよ。 その王女っていうのは何にかかってくるのか気になりますね。はいはい。うん。まああの途中であのそういうモチーフが出てくるんですけどね。あそうですか。はい。うん。あのなき王女のためのハバーナっていうものがあったりとかもするので、それからちょっとタイトルは取ってると思うんですけど。やっぱりそうですよね。はい。そうか。そうなんです。でなんかこう。 盲腸線のね秘密っていうのもあって盲腸線って病気の盲腸病気じゃない臓器の盲腸ってありますよねあれに普通の例えば赤羽線みたいな線つまり電車の名前なのこれ二両編成で三つの駅しかない単線つまり長い線のにちょぷっと出てるからそれが多分盲腸に似てるから盲腸線って呼ばれるんだと思うんですけど。 そこに、ね、そこのもうすぐそのあんまりにも利用客が少ないとなくなっちゃうってことになったから、うん、そのそこは80代のおじいさんが自分だけでもって言って毎日乗り込んで,、うんはい、でそれでそのすごいお年寄りはその幼稚園児のひ孫を連れて乗り込んんででいくんですね終点の駅に着くと、うんはい、一旦こう駅の外に出るんですが、はい、その線路脇に畑があってね、うん、その畑のところにこう。 小屋があってそこにうさぎがいるんですけどんかあんまり世話をされてない感じがして2人は勝手にそのうさぎ離してんかこうそこらにある捨ててある人参みたいなもの食べさせたりとかねんかそういう交流を描いててほののぼじゃないですかすごくほのぼの感があるのに全然最後そうじゃないんんでですすよそうなかちょっと怖いんですよ。 ちょっとだけ不気味な感じで終わったりとか。じゃあなんか展開がどっかで変わるんですね。はい。小川さんはね、そういうところがうまいんですよね。こういうところが単にほのぼのとかね、終わったら、もうあの、日本ほっこり大嫌い同盟の豊崎はですね、決して紹介などしないんですが、ほっこりとは絶対させないっていうところがすごくよくて。小川さん結構エッセイも書いてらっしゃる方ですよね。私エッセイを読んだことあす 食べること確かそう私の記憶が違ってなければ、うん、すごくなんか面白いエッセイを書く方だなと思ったんですが、うん、小川さんはですね、はいまあ、とにかくあと描写力も素晴らしくてですね、えーうん、さっき「あの君」っていうふうに語りってから呼,び呼ばれる小さな男の子がね、はい、海外で聖堂で。うん 迷子になってすかでその中のすごくつ、まあ、辛い思いをしてる浮き彫りもいっぱいありますよねうん、うん、なんかけけけ、うん、刑罰にあってたりとか、うん、そういうものにものすごく深く同情してっていうその想像で<ー>その彼の想像の世界の中でそれが全部外で解放されて羽ばたいて外に出てくるっていう場面があるんですけど、はいはい、そういう,こうマジカルなね、うん、魔法のような瞬間みたいなものを描くのも得意で。うんうんうん かえっとねえ、かわいそうなことっていうのがやっぱすごくかわいくって、うん、その男の子のね、うん、そのかわいそうなことをピックアップしては自分でノートにかわいそうなことリストを作るっていう、<laughs> はい、ここちょっとねあの、はい、朗読していただきましょうかね。いはい。はい、なんか自分でもやってみたくなりますね。ういうはい。そうなんですよね。意外となんか面白いかもしれない。はい、はい。かわいそうなことの基準がどこにあるのか。 それは微妙すぎて自分でもうまく説明できない。ただ、はっとする瞬間が訪れるのだ。小さな鈴が鳴るようでもあるし、灯台の光が瞬くようでもある。新聞を広げれば、いくらでも残酷な事件や信じられない事故は乗っているが、僕は決して世界中のすべてのかわいそうなことを一人で引き受けようとしているのではない。世界には僕以外の担当者もいて、 おのおのが自分に任せられた範囲で全力を尽くしているのだと承知しているそれぞれノートによって小部屋のインテリアにも違いがあるだからそのかわいそうなことにとって最も居心地のいいソファーを進めてあげなくてはならない豚の脂身をどうやって処分しようか考えあぐねている給食の時間あるいはそこに足をつけたまま 泳いでいるふりをするため悪戦苦闘しているプールの時間時折り他の担当者について考えるみんな頑張っているかなぁと思う一生懸命かわいそうなことを見つけ出しせっせとノートに記録している様子を想像するそうしながら脂身を飲み込み目をつぶって水をかく僕が一番心配なのは自分の担当のかわいそうなことを見落としてしまう事態だ。 彼らは皆、ずうズうしさとは無縁だから、自ら無ら無縁漁に押しかけてきたりはしない。僕がうっかりしていると、彼らはいつまでも安住の地を見つけられず、この世をさまよい続けなければならない。今、こうしている間にも、僕を待っている誰かがいるかと思うと、いても立ってもいられない気持ちになる。いかなる時も僕は油断せず、神経を張り詰めている。 誰が僕に割り振ったのかは不明だけれどとにかく自分の担当を全うすることに全力を尽くしているなるほどはいでもこのね一番最初にね、はい、この子がこうかわいそうっていう白流すクジラのねその骨の骨格標本なんですよあまりに大きすぎてかわいそうだっていう、うんうん、それでね<ー>次がね、はい、なんかね そうだ「土豚」うん、土豚っていうのがね「監視、はい、目土豚科に属するたった一つの種」はい「先祖は不明、はい、親戚のいない天涯孤独の動物」っていうね、はい、すごいこの文章をね動物図鑑で読んだこの、うん、でそれで彼はこの「土豚」もかわいそう認定,認定をするわけですよね。 だから生き物っていうのはみんなこうつながってたりとかして大きな森を作ってるのにただ一人土豚だけを除いてっていうのがかわいそうっていう。<laughs> 土豚って私初めて知りました。うん、本当ですよ、はい、それであの最後の方でね、はい、その動物ばっかりじゃなくて、うん、あ,のある自分が本当に実際見た自分と同じぐらいの年の男の子もそこに入っていくんですけども、はいうん、そこがすごくいい話なんですそれはもう言わないですけど。はい それは野球ができない男の子のの話できないのに、ま、なんかこう野球チームに、うん、まあ親によってなんだと思うんですけど、はい、入れられちゃった男の子のにその彼はかわいそうって言ってこう共感を自分もね、うん、この子も運動が苦手だから、うん、ライトについてる男の子、はい、でも小川さんってすごくあの阪神タイガースの熱烈なファンで有名で野球がものすごくお好きなんですすよね、はい、これはすごくいいんですよね。うん はい、これを、ね、読んで気に入っていただいたら編、うんうん、編読んででしいいいなななと思まますす、はい、短編好きな方にはたまらないですね今回はライターで書評家の豊崎由美さんに「中央公論審社」から出ている奥泉光の「雪の木ざ橋」そして「厳冬者」から出ている小川陽子「口笛の上手な白雪姫」について語っていただきました。 豊崎社長のこれ読め、次回もお楽しみに。今日もありがとうございました。ありがとうございます。